はい、小島です。今回は私が Perfume のニューヨーク公演に行った時の話をですね、事細かにお伝えしたいと思います。それはなぜかと言いますと、やっぱり海外ツアーに行かれる方って、まあ、日本人の方でいっぱいいると思うんですけど、まあ、いっぱいいるとしてもそんなめちゃくちゃ多いわけではないのかなと思って、現場の一時情報をですね、記録しといた方がいいのかなっていうのを気づいて喋っていこうかなと思います。記録です、これは。事実をお伝えしていきたいですね、これは。はい、私はコズミックエクスプローラーのニューヨーク公演に2日間行ったんですよ。それがね、デジタルチケットだったんで、チケットは今手元にないんですけど、何月何日だったかもちょっとね覚えてないな。2016年の9月4号ですね。インスタを今参考に、私のねインスタ、はい、をちょっと振り返ってみたいんですけど、でまずなんで海外ツアーに行こうと思ったのかな。まあ一つ Perfume のライブで、なんかこう近代の Perfume の傾向としては、やっぱり数あるワールドツアーを経て経験を、確かこうファースト、セカンド、サードの後がそのコズミックエクスプローラーの、そのまあ海外公演だったと思うんですよ。でやっぱりそのなんだろうな、確実に Perfume 自身がこう強くなっていってステージに対して、でその海外でいろいろこう、まあ、最初は確かねえでさ、韓国かなんか行ったじゃん、ママだっけ、略した言葉しか覚えてないですけど、ママっていうのに2012のどっかで初めて海外で、披露してねえとチョコレートディスコ、その後にこうなんかファーストツアーとかやって、ワールドのなんだったかな、その後なんかそういうのを経た後の Perfume がこう日本でライブをするときにただいまっていう感じを出すようになったんですよ。それが良いか悪いかっていうのは人それぞれ受け取り方があると思うんですけど、日本でライブができる、やっぱりホームだなっていう感じ、アットホームな感じで、やっぱり日本人も受け入れるじゃないですか、おかえりって。で私はね、まあ、その雰囲気もやっぱり Perfume 自身がすごく楽しそうで幸せそうですごく好きだし良さがあると思うんですけど、ちょっとスリルに欠けるなっていうのを本音としてはこう抱き始めたんですよ。なんか Perfume はそのやっぱりいわゆる崖っぷち Perfume ってよくこう昔は言ってたじゃないですか。常にこうギリギリな不安と隣り合わせな緊張したこわばったステージとかも私結構ちょっと好きで、それがこうやっぱり年々ちょっとこうなくなっていってるなっていうのを感じていたところだったんですよ。でそこで私ね、2016年の誕生日、まあ、誕生日がお正月なんですけど、ブロードウェイ歩きたいとか言ってたんですよ、一人で。なんかブロードウェイなんか歩きたいなみたいなことを言ってる時に、なんか海外ツアーやりますみたいなのがこう春頃に出てきて、でその時は行くなんて思ってなかったんですけど、まあ、公式ページで日本人の方向けのオフィシャルツアーみたいなのがこうバンって出てて、でへえ日本へえって思ったんですその時は。で友達でね、よくニューヨークによくなのかな、よくニューヨークに行ってる人がいて、でその人にね聞いてって Perfume のねツアーで、その人にはもうブロードウェイに行きたいっていうのを軽く話してて、 Perfume の海外ツアーがニューヨークでやるし、しかも日本人向けのツアーがなんかあるみたいみたいな、ホテルがついてて飛行機がついててみたいな、そうしたら小島一緒に行こうよってなって、私は行くってなったんですよ、もうなんでか知らんけど。でそれが6月頃、違うの、4月ぐらいかな、で6月ぐらいにそれが本格化してきて、で申し込んで振り込んだりして、で本当に9月に行くことになって行ってきたんですね。で最初は3泊5日で、3日間の到着した日真ん中の日で初日2日目ってあって、私は初日にしか行かない予定で最初プランを練っていたんですよ。まあ、せっかくニューヨーク行ったし、2
2日目はちょっと観光したいな、なんかブルックリン行こうかなみたいなことを言ってたんですけど、でまず1日目会場に着きました。で結構私ね、あの滑り込みで行くタイプで、会場するちょっと手前ぐらいでこうあのその現場にたどり着くみたいな、ですごい後ろの方に並んで、でまあニューヨークで箱が、まあ、まあまあ小さいので指定席じゃなくて、違うかな、違うな、そのアリーナと呼ばれるそのフロアがあの本当にライブハウスみたいにもう早いもん順でぎゅうぎゅうだったんですけど、私はなんかねぎゅうぎゅうなのがちょっと怖くて指定席っていうチケットを取ったんですよ。それが2階3階とかのそのスタンドいわゆるのところで、確か2階のねすごい後ろの方から初日見たんですよ。その時はその友達のその方もこう横にいて2人で見たんですよ、遠くからね。で私が Perfume すごい好きってことを知ってくれてるから、まあ、海外行ってあのアーティストのライブの動画とか、まあ、丸なんでこう私の携帯でこう Perfume の映像を撮ってもらってて、で私はでもねニューヨークの人はスタンドの人はね立ち上がらなかったんですよ。始まってもうわーって立たなくて座ってたから、そういうルールかと思って私もこう座ってみてて、普通にあれだナビゲートから始まってコズミックエクスプローラーで前の方の人はもううーってなってるのを私はこう上からこう見てたんですよ。でなんかこんなイエーイってならなくて楽しめるかなって思ってこうやって見てたら、もうホロホロ泣いちゃって、それ見ながらもうね、逆に Perfume のライブを黙って見るっていうのが初めてで、黙って生を見るのがその時逆に初めてで、いつもやったらもうふーってなっちゃうから、それをこうすごいね肉眼でこう焼き付けよう焼き付けようと思いながら見て、もうどんどんなんか泣けてきて、しかもやっぱ箱が狭いから3人の立ち位置もすごいやっぱ近くて、本当にねすごく綺麗に見えて、いい、でもこれあれかな、でもこれ DVD とかに収録されてるかもしれない。私ね申し訳ないけどコズミックエクスプローラーのライブ DVD を一度も見たことがないくて、知らなくて申し訳ないんですけど、ベイビーフェイスを英語の詩で歌ったり、ドリームファイターの時にこう後ろに英語の詩が出たりしてね、しかもセットリストは一番最後の曲がチョコレートディスコだったり、なんかねすごいガンガン攻めてて、そうださっきのその日本でただいまっていうその温かい雰囲気ではなく、もうアグレッシブなオラーみたいな、もうやったるでみたいな Perfume が見れたんですよ。でその気迫みたいなやつにすっごいやられちゃって、もうガンガン泣いて、もう本当に圧倒された、負けたんですよ私、負けて、まあ勝てるわけないんですけど、で最初は1日目だけ見るはずだったのに、これ明日も見たい、もう一回見たいってなって、2日目も見ましたっていう話なんですけど、でね、そのニューヨーク公演があった時に、こうよくネットニュースで Perfume 海外公演なんか席ガラガラみたいなのが記事が出回ってたんですよ。で私はねそんなことなかったと思ってます。確かに空席はありました。ソールドアウトにはなってないと思いました。でも熱狂、やっぱりあの現場の熱狂を感じちゃうと、そんなガラガラなんてねもうとてもじゃないけど言えない、てか本当にガラガラじゃなかった。だからね、その記事に関しては本当に違うよって言いたかったです。はい。でね、ちょっとインスタの私のねその時の感想の記事をでも見ようかなと思います。記事に頼り始めます。1日目、こんな感じじゃん。はい、 Perfume Live in New York 読みます。この時ね、もうねとにかく文字に起こそうと思って、自分の気持ちを必死に書いた文章でちょっとね今思い返すことができないようなことが多分書いてるはず。はい、とにかくすごかった。まず会場のとんでもない、ね、熱量、音楽は国境を越えるというのはこのことなのかと思いました。 Perfume の存在がこんなにも大きくなっていて、アメリカでもこんなにも受け入れられているんだと
感動したのと同時に、まだ上の方や後ろの方にある空席や、チケットが当日までソールドアウトにならなかったという現実が、Perfume はまだまだこれからも進んでいくんだなという果てしない未来を感じさせました。かっこ誰目線。日本ではなかなか見せない攻撃的で戦ってるライブだった。私はこれが見たくてニューヨークに来たんだったと思いました。海外向けに作ったんだろうなと思わせる構成だったけど、日本人を悲しませるようなことはさせないという絶対的な安心感のようなものもありました。あ、すごい経験をしてしまった気がします。日本人としての目線でこのライブを見ることができて本当に良かったです。ちなみに写真で私が持っている紙はライブ後に会場で拾ったものです。これを持っていた現地の方が MC の通訳に選ばれていました。拾うとか斬新すぎる、さすがアメリカ、ネクストステージウィズユー。これを拾ったんですよ。今も家にあるんですけど、これをこうやって掲げてた。なんか Perfume のライブってその MC の通訳をしてくれる人、お客さんの中からこうなんか抜粋して、こうあなたねって言ってマイク渡して、こう Perfume が喋ったことをお客さんに通訳してもらうっていうのをやってて、まあ、英語も喋るし日本語も喋れるっていう人で、それでこの紙を持ってるこの外国の方がいて、よー日本語喋れますみたいな、でじゃああなたって言って行って、選ばれてた人のその紙を拾ったはい、という斬新なねケースでしたね。あ、本当にね行列ができてたんですよ。こうやって見えるかなこれ。本当にこれは早送り、私がね最後尾どこだろうって言ってこうずっと列をね撮影してたんですけど、長蛇の列でしたとかね、こういうなんか並んでる、ああ並んでる時にこういうのがあったりとかねしたんですよ。だからね、初日はでもね本当にあっという間にそうやって終わって、でね、こう夢のね夢のブロードウェイとかね、これ本当にいい経験だったんですよね。ちょっとな、ま、意外と長くなったから今日ここまで。2日目はもっと濃厚なんで、またちょっと楽しみにしててください。あとなんか聞きたいことあったら聞いてほしいですね。現場の意見をなるべく思い出して伝えたいのですという思いがあります。でもね2年ぐらい経ちゃってるから、もうちょっとねなんか旬の時にこれ YouTube やろうとかやって、こうやってね動画撮ってればもっとより良かったんですけど、記憶力ないのでちょっとね話せるかわからないんですけど、ちょっとねすごく伝えたいと思います。ではありがとうございます。 Perfume のニューヨーク公演の1日目のお話でした。いや、小島でした。チャンネル登録よろしくお願いします。